レッスン10、Quantum Recursive Network Architecture リオ再的なネットワークアーキテクションについてお話ししたいと思います。まずは、これがと今まで話してたことなんですけれども、まあ、このレッスンのブロック、レッスン7からの説明の通りなんですが、これがだんだん研究の最先端の方には近くになってるんですが、今回のレッスンは インターネットワークのことについては話ししたいと思いますので、これが特にはこれが最先端の研究になるんでしょう。これはうちのグループで開発研究になってるんですが、さっきのレッスンでは、えっと、ルールとかについて説明したんですが、それが概念としては一般のことになると思います。それが条件があって、その条件は、と、 できてからアクションがになるでしょう。でそれが用語はそれがコンディションとアクションを使うかどうかはそれがこれからの,の,のコミュニティで議論することになっていると思いますがその概念は一般な,な,なのでそれが用語は一緒になっているかどうかわからないんですが基本的にそれがそのアイディアを使うでしょう。今回のレッスンが、えっと、一つのネットワークだけじゃなくて ネットワークのスケーラビリティ、特にはインターネットワーキングについての技術とかには話したいと思いますので、今回には特には、えっと、だんだん新しい技術,技術になっているでしょう。で、これがリオシーインターネットの提案なんですが、もしこの提案、えっと、Quantum Recursive Network Architecture にならなかったも、同様にこの概念を考えていただければ、これが結構、あの、 役に立つと思いますさて、これが、まずはステップ1なんですが、再起を使ってスケーラビリティを作ることで、できることについては話したいと思います。まずは、えっと、ネットワークだけじゃなくて、インターネットワークの場合には、それがスケーラビリティを実現するためにはどうすればいいでしょう。まずはいくつかの壁を越えなきゃいけないんですが、 特にはそのインターオペアビリティ、それが総合運用性なんでしょう。その総合運用性にはどう,やどうやってできるんですかね。それが、まああの、技術は異なっている場合もあるんですが、そして、リピーターで,でと実装してあるソフトウェアの機能など、あるいはネットワークの,のか管理などについてはそれが異なっている場合に,にあるので、ネットワークとネットワークの間の 総合運用性は作らななければなりませんそして、これが、各ネットワークは独立の団体を持っていることになっているのんですが、その内部には他の人には伝えたくないので、それがプライバシーを守りたいなんですね。そして、それも、ポリシーとかに対策、と政策などについてはも、各ネットワークは決められることにはなるでしょう。 そして、それが、えっと、だんだんそれが、えっと、自律性はできているなんですが、これが、ルーティング、ネーミングと、リソースディスカバリーは、特には異なる場合には、あの、ありますので、それが、えっと、ちゃんと合わせるようには、インターネットワーキングの概念も開発するべきなんでしょう。そして、それが、ルーティングとか、ネーミングは、あるんですが、その、リソースディスカバリーには、どんなノードが、が、ネットワークにつながっているか、ネットワークの上には、どんな、 機能があるかどんなサービスがあるのかを発見するためのことになります。そしてこれが動的な,なあの振る舞いとかについてはどうすればいいでしょうで、それが特には遅延がありますので、ので地球の裏側に往復のメッセージをするとそれが100ミリ秒とかになっているので、その情報は古いでしょう。まあ、あるいはそれがあのネットワークの 実際の,の,の様子としてはそれが、それも変わる場合もありますし、新しいハードウェアも,もあの立ち上がることも,もあるし、それが、ネットワークのノードが増える場合もあるんですが、あるいは古いノードも,もあのシャットダウンする場合もあるし、まあ、落ちる場合もあるでしょう。で、それが動的には考えるべきなんですよね。さて、それがどうすればいいでしょう。まあ、基本的に今までのインターネットは、 概念としては2層に分けてるんですが、上の層と下の層ではあるんですね。で、その各層については別の,のルーティングプロトコルとかを使ってるんですが、一つのネットワークの中には、えっと、インテリアーゲートウェイプロトコルを使うことになってるんですね。それが IGP なんですが。そしてそれが、 自分のネットワークの中のルーティングテーブルでそれがどんなノードがどんなノードにつながってるのか、それがトポロジーズを,をあの把握するためにはそのメッセージを、えっと、交換しなければならないでしょう。で、これが一つのネットワーク、一つの,あのオートノマスシステムなんですが、その自立なシステムになってるんですね。それから、ネットワークとネットワークの間の プロトコルも必要になっているでしょう。それが EGP なんですが、その EGP は Exterior Gateway Protocol。で、これがこのネットワークとこのネットワークとこのネットワークにするためにあるんですが、これは、えっと、インターネットの全体としては決めなきゃいけない。i n t e r i o r Gateway Protocol は各ネットワークで独立できるんですが。そしてこの Exterior Gateway Protocol には、あの その独立しているシステム、その自立のシステムの間、オトナシステムの間のデータの交換、情報交換なんですが、そしてこれが、えっと、どんな特徴があるでしょう。まずは、この二層になっているので、それがスケーラビリティになっているんですね。そのスケーラビリティは、えっと、現在のところには、そのエクスティリアゲートウェイプロトコル、EGP のプロトコルとしては、それが、 まあ7万、8万独立しているネットワーク。7万か8万ぐらいの大人マシステムになっているので、だいぶスケルテビリティはできているでしょう。そしてそれがさっきの言ってたことなんですが、各ノードの内部には管理、運用は自立してある。そして内部のプライバシーも守れる。 まあ、例としてはこういうふうになってるんですが、外から見ると、この AS1、AS2、AS3 は、これがネットワークなんですが、内蔵が見れないんですよね。そっちの内部の構造とかには見れないことにはできてる、になってるんですが。AS1 の中からの視点で、その視点から見ると、こういうトポロジー図が,が,が見えるようになるかもしれません。そして、 そのまま AS2、AS3 にはまだあの透明にはなってないので、それが,が、えっと、スケーラビリティはそのまま守れるでしょう。すべてのことはの情報は知るべきになっていれば、情報が,が、えっと、容量はすごく多くにな,るなりますので、これが自分のつ,つながっているネットワークの,の内部の,のことを分からなければならないんですが、それ以外は、えっと、 情報は知,りは知らなくても良いです。そして、まあ、これが概念なんですけれども、現実はちょっと違うんですよね。今までの,のことがあったんですが、だんだん技術が進化されてたと、だんだん複雑になってしまってるなんですが、まあ、例えば一つの有名なことは、ネットワークアドレス・トランスレーションがあるでしょう。でそれが,が、えっと、 NAT ということなんですが、パケットが自分のネットワークから他のネットワークに行く場合にはその NAT があって、ソースアドレスとデスティネーションアドレスを書き直す場合もあります。そして、ネットワークの上にはネットワークができていることなんですが、先は2層の ネットワークの内部と外部のことがあったんですが、各ネットワークの中にもそれも、えっと、他のネットワークも入っているかもしれません。特には、まあ、現在にはよく使っている技術としては、それが IP over Ethernet になっているでしょう。その Ethernet は昔は簡単だったんですが、それがだんだん、性能が、機能が増えて、そして複雑になってしまっているのなんですが。 そして昔には ATM のネットワークも、もう、あったネットワークだったんですが、その上には IP を,をやりたい人もいたし、そして SONET はそれが Synchronous Optical Network なんですが、それもありますし。そして現在のよく使っている技術が、がその WLAN になっているでしょう。それが無線なんですが、その無線のネットワークの中にもそれが、えっと、いろいろ使っているのなんですが、その上には IP を使っているんですね。 それから仮想ネットワークの技術は,技術はだんだんと進化しているなんですが、例えばトンネルがそれが、えー、とインターネットの上に,には仮想のリンクを作ることに,になっているんですが、それが、まあ、相と相の間にはどうなっているでしょう。それもそれよりと複雑なことなんですが、オーバーレイネットワークにはそれが、えー、と一つのネットワークの上には仮想ネットワークを作ること。 になってるんですねこれがよく使われている技術になります。そしてモバイル IP にはそれが自分の持っている携帯端末などにはホームネットワークにつながる場合にはそれがアドレスをもらうことになっているんですが別のネットワークにつながるとそのまま,そのままホームネットワークのアドレスを使う場合があるんですね。それがモバイル IP との技術になります。 基本的にこれ全ての技術は IP over IP になっているので、これが基本的にこれが再起できるようになっているのなんですが、そのアーキテクションによるそういう設定はまだできていない。それからこれが全てはまあ必要な技術になっているんですが、これがあの一定のスケーマとしてはそれがちょっと異なっているでしょう。それが昔からそのアッドレッシングとルーティングとかには さっきの説明した通りには簡単なアドレススペースは一つがあって、えっ、ー、と、ルーティングとか管理のためには二層があったんですが、だんだんこれがあったので、だんだん複雑になってしまいました。さて、最近のことにしたいと思いますが、それが最近の場合にはそれが高得点のネットワークに使うんでしょう。そしてそれがもうちょっと汎用的なことな,なんですが、 さっきの説明した通りには、イ t h e r n の中にはルーティングプロトコルもあって、IGP のルーティングプロトコルもあって、EGP のルーティングプロトコルもあって、それがだんだん再起できるようにすると、同じ技術は各層に使えるでしょう。そうすると、もうちょっとフレキシュビリティになってるんですね。それから、アイディアは簡単なんですが、基本的に、 先の図で見えてたかもしれないんですが、一つの雲は一つのネットワークになってたでしょ。その一つの雲は他の雲とつながって、それも一つのノードに見えるようにはするべき。そうすると、それがあるノードの,、まあ、そのサブセットの,の,の資源が,が,それがあの他のレ,レイヤーに使うことにはしたいと思いますので、それがこの 部分だけは一つのノードに見えるようにはするべき。そうすると、それ複数のの,のは数、あと、挿入できるようになります。そして、これが仮想化については少し良くなってるんですが、それが、えっ、ー、と、フォーディングについても,もありますし、だんだんトポロジー図がそれが,それが仮想に,、えー、のになっているんでしょう。そして、ソフトウェアのレイヤリングとかも、それが,が下の層に,には、えっ、ー、と、 データに処理してしてもらいたい場合にはそれがもうちょっとあの一点になっているんですね。それからこれがその最期の概念についてお話ししたんですが次のステップにはコートネットワークで使っている例をもう少し説明したいと思います。